はい、どうもこんにちは。オーケストラ指揮してます平橋亮と言います。昨日はですね、ピアノ見に行きまして、ピアノって大変だわ、やっぱり。ピアノって大変ね。ピアノ、僕は7歳児くらいから、弾いてきてですね、結構弾いてきたわけなんですけれども、それにしてもピアノ置くとなったら、場所いるし、やれ防音がどうなのという問題があるし、でアプライトピアノありますけれども、さすがにね、ちょっとアプライトだけだと厳しいかなとかいうことがねありましてね、一つには、YouTube でいろんな動画出してますけども、やっぱね、ピアノ関係が一番再生されるんだよね。ピアノ関係が一番再生されるのはピアノ人口が多いっていうのと、やっぱり弾いてる動画っていうのは、こうしたプラットフォームでコンテンツになりやすいっていうところが、あるみたいで、でもちょっとアブライトだとね、厳しいよね。皆さんグランドで載せられてますからね。で、やっぱり、楽器が良ければいいってもんでもないけど、楽器がいいことでやっぱり、単純に音、全然違うからね、それあった方がいいよね、みたいなね。で、昨日見てたのはですね、ペレツィーニ定かでない。名前のピアノなんですけど、戦場のピアニストって僕も見ましたけどね。で、使われてたらしい、映画でね。なので、ヨーロッパでは知られているらしいです。でね、音がいいんだわね。音が良かった。音がいいので、それが、一番重要な、あれですね。あと、サイズはね、確か一番ちっちゃい方なんですけど、グランドピアノの中では。それも、広い空間で弾くんだったらね、いいんだけど、広い空間では弾けないと思うので、そうなった場合は、小ぶりでもいいかなっていう感じですね。で、また、ペダルに癖があってね、特殊なペダルがついてる。その代わり、その最初の音を補足するペダルがついてないとかですね。僕も癖者なんでね、癖がある方がいいかなということも思いますね。ヤマハのピアノ、河合のピアノっていうのは日本人なんで、僕もそのことあるごとに触れてはきてるんですね。どっちも良さがあると思うんですけど、なんていうのかな、僕個人は河合の方がしっくりきてたことが多かったかな、ヤマハよりね。グールドはヤマハ使ってたのかな。人それぞれでしょうが、で、なんていうかね、ただそのヤマハも河合もいいんですけど、やっぱりその、なんていうかね、外国製っていうか、日本製のものより、もともとヨーロッパ由来のものとかの方が、印象がいい場合もありですね。これは好みなんでしょうけどね。ペレツィーニっていうピアノは音がいいですね。鍵盤がね、重かったですね。鍵盤重かった。特にその単音を連打する動きが、難しかったんですけど、普通に、普通のグランドピアノだったら、あれ押せるはずなのにみたいな。でもその練習用のピアノっていうかね、鍵盤重いぐらいで、別に構わないのかなという感じでは思うんですけどね。ピアノ、ピアノって大変だね。別に音楽家がいない家でもね、インテリアみたいな、ノリで購入されて、ずっと古いピアノが、調律もされずに置いてあるみたいなことも、なくはないとは思うんですけど、それをね、本格的に弾くとなったらね、音のことを考えないといけないし、なかなかだよね。なかなかだよね、音楽やるってね。ほんとね。でも、僕の場合音楽との関わりが途絶えていないどころか、
これからも、まあ、死ぬまで続いていくわけですので、あんまりいつまでもその妥協ばっかりしてらんないよね。作曲関係の何て言うかな、最低限の機材みたいなのもちょっと作曲家のお知り合いの方にね、いろいろご教授いただいて、少しずつそれもまあ、おいおい用意できていったらいいのかなとか、いろんなことを考えてますね。まあ指揮者だっていうことで、まあやけにオーケストラスコアたくさん、楽譜はたくさん詰めてきたし、まあ音楽のことを、まあ、考えるのが好きなもので、まあ、音楽の書籍もいっぱいいただいたり購入したものたくさん集まってますけども、まあ商売道具含めてね、なんていうかその人のなんだろう、それをまあ集めたり収集したり、その蓄積があるってことも含めて仕事上のまあ強みにはなるんで、まあ、環境整備っていうのもね、すぐにはかなわないっていうか、まあ、僕は音大とか行ってる頃はまあグランドマンちょっと触れましたけど、まあアプライトで我慢ある意味ね、我慢してきたわけでね、子供の頃からね、このアプライトのピアノも、まあ、僕は愛着がすごく湧いてますけど、全然いいピアノでは多分もともとなくて、中古で30万ぐらい、音がねガーンとこう鳴るタイプではあるし、だから細かいその音色の制御とかが、まあ、難しいよね。昨日アプライトも試し弾きさせていただいたら、ヤマハ良かったかな、アプライト。僕まあ一台一台違うんでしょうけどね。僕ドイツに行った時はピアノをレンタルして、何やったっけ、機種忘れた、有名じゃないやつだな。まあピアノをまあ導入できたらね、動画にもどんどんまあ活かしていきたいかなってまあ思いますね。はい。まあ指揮者にはまあ半ば人によりますけどね、やっぱり必須アイテムに近いところがありますよね。まああれば、やっぱりいいっていう感じね。はい。ピアノ大事ね。そんな話。ご視聴ありがとうございました。失礼します。